どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回もお金持ち生活やっていきたいと思います。今回はこちらのベンツバイオームっていうコンセプトカーを手に入れました。斬新すぎる車ですね。全くなんじゃこりゃっていう感じの車となっております。コンセプトカーになっていて電気自動車みたいですね。じゃあ早速乗ってみたいと思います。これ二人乗りだよね。どうなんだろう、一人乗りなんかな、もしかして。あ、後ろに乗れる。三人乗りだ、これ。すげえ。さあ、なんとか乗り込みました。なんだこれ、タイヤが。うわすげえ。タイヤ面白い。こんな感じになっております。あ、側面の部分が動いてないね。なんか止まってるようで、実は動いてる。なんか目の錯覚で滑ってるようにね、見えてしまいますけど、ちゃんと動いてまーす。こんな感じでタイヤもね、ちゃんと動いてまーす。すごい静か。電気自動車だからね、めちゃくちゃ静かですけど。で、今回はですね、この車だけじゃなくて、フランクリンさんのために特別に作られた別荘地が完成したので、それをね、見に行きたいと思います。名前はザ・ビッグ F っていう感じです。まあ、フランクリンさんの F から取ったマンションになってますね。おー、すげー、スピードが出る。めちゃくちゃ速いぞ。いいねー。静かで速い。走りやすいですね。こんな感じ。うわ、何これ、バグってる。なんかぶつかったのか。気づかなかった。いつぶつかったんだろう。タイヤがめっちゃ編み出してる。おー、待て待て。透明モードになっちゃった。ちょっと待って。透明やめて。こんな感じでーす。なんとも、車高めちゃくちゃ低いですね。そして、これは目立つ。未来の車って感じがする。あ、着いたよ。フランクリンさんのビッグ F のマンションですね。どういうことかっていうと、ちょっとね、上から見たいと思います。じゃんじゃーん、こんな風になってます。上から見ると、F になってます。すげー。こだわって作られてますね。なんと、分厚いです。そして、3階建てかな ?4 階建てになってますね。かなり窓ガラスも多く使われていて、めちゃくちゃね、太陽光もね、すごい入るし、眺めも良さそうですね。すげえ、いい感じですね。そして、ヘリポートまで、ちゃんとあります。フランクリンさん専用のヘリポートもあって。車をね、止めに行きましょう。これがガレージです。おー、いいね。すげえ、綺麗。なんだこれ。お、開いたね。素晴らしい。セキュリティもバッチリだね。すげえ。ショールームみたいになってる。車も結構置けそうだね。じゃあここに置いとこうかな。うおー、ロスサントスが見渡せる。なんという絶景なんだこれ。贅沢すぎる。車庫がこれってすごいな。いやー、車のためにこんな絶景を用意してくれるなんてすごいね。じゃあ早速、住居の部分に行ってみましょう。で、こっち側にも車が置けるんだね。で、そしてここではちょっとね、車を修理したりとかもね、簡単なこともできますね。ガレージはこんな感じ。もうガレージだけでめちゃくちゃ広いですね。じゃあ上の方行ってみましょう。すべてなんかコンクリートで作られてますね、建物が。いいね、この素材がね、コンクリートの。おー、こんな感じです。プールかな。お風呂じゃなくてプールだと思うんだけど。イエーイ、深っ。ブルーかい。めっちゃいいですね。しかもここにも監視カメラがあるよ。結構至る所に監視カメラが設置されてて、すごい防犯的に良さそうですね。で、そしてここ何？あ、自動扉になってる。すげえ。トレーニングルームまである。いいね。窓ガラスはどれぐらいの強度なんだろうね。おー、硬い。強化ガラスになってます。割れない。これはいいですな。自動扉最高だね。おー、めっちゃ広いよ。で、下の方も見れるね。おお、ここがキッチンか。すげえ。ここでご飯を食べるんだね。これ夜にしてみようかな。ちょっとね、夜にしてみようかなと思います。そして夕方になって夜になると、おお、すげえ、電気ちゃんとついてる。いいですね、明るいね。夜景を見ながらご飯を食べることができるという、素晴らしい。で、ちょっとね、こっち側行ってみます。あ、ここからなんか床が変わってるね。絨毯みたいになってるのかな。おお、トイレだ。そしてシャワールームですね。ここも自動になってるの嬉しいね。めっちゃ未来的。うわー、木がこんな、家の中に木があるんだ。すげー。
これはすごいね、本当に。おー、これがテレビだね。めちゃここ大理石になってるね。こっち側はなんか扉あるね。あ、外に出れる。おー、ここが玄関に通じてるんだね。めっちゃ森自然豊か。おー、かっこいい、この扉の開け方で。これでヘリコプターだね。おー、すげーいいね。なんだこの家、めちゃくちゃ完成されてる。素晴らしいですね。いやー、ザ・ビッグ F っていう名前にふさわしい最強のマンションですね。ワインセラーもあります。すげー、ワインを飲みながら街を眺めることもできる。なんだこれは、まさにフランクリンさんみたいな人にふさわしい素晴らしいマンションになってます。じゃあさらにもう一つ上にあるみたいなので行ってみましょう。さあ、ここはどうなってるんだ。すげーな、こっちも広いね。これ外に繋がってるわけじゃないんだね。おお、上からねちょっとね木を見たりすることもできます。ここにも扉がある。おお、なんだこれ。おお、いいぞ、ベッドだここで寝るのかな。めちゃくちゃいいですね。最高じゃないですか。そしてここはクローゼットとかあるの。おお、トイレとお風呂があるめっちゃすげー、最高すぎる。あれ、こんだけや、もしかして。いや、まだあるよ、まだ部屋があるよ、こっち側にある。ちょっと扉がね分かりづらいね。めっちゃなんかデザイン性に優れてますね。そしてじゃじゃーん、こちらにもベッドがあります。でこっちにねお風呂があるみたいですね。おお、すげー、お風呂とトイレがある。へー、部屋ごとにトイレとお風呂があるってすごくない。なんかなんだこれ、うん、ここからの眺めもいいですね。最高、なんだこの家、すごすぎる。さあ、そしてこんだけ、もう少し奥になんかありそうだね。イエーイ、めっちゃ絵が飾ってあったりして、お金かかってますね。またトイレがあるようわ、お風呂なんだこれ、こんな立派な風呂あるんだ。大理石でできてるね。そしてシャワールーム、じゃじゃーん、すご、めっちゃ明るい。見られそうだけどね、なんか望遠レカメラみたいなんで撮られそう。じゃーん、なんということだ、ウォークインクローゼット、拳銃まである。すげー広い、なんじゃこりゃ、めっちゃ広いぞ、素晴らしい。窓が綺麗すぎてなんか窓がないみたいに見えるね。お、なんかこれ暖炉になってんの。おー、いいね。そしてここはなんかちょっとした盆栽まである盆栽なんてあるんだ、初めて見たかもしれない。こっちはねいいですね、山と海が見えてめちゃくちゃ静かに仕事ができそう、はかどりそうだね。そしてベッドもあります。いやー、どの部屋で寝ても良さそう、最高じゃないですか。なんという最高な家なんだ。ということで夜にしてみました。もうちゃんとね全部の部屋にね電気がついてるので、夜でもめちゃくちゃ見やすい。すげー、いいね。今までフランクリンさんの家って夜になるとね真っ暗になる家ばっかりだったんですけど、ここはちゃんと電気が通ってるので夜でもちゃんと使える。これは素晴らしいですね、完成度がすごい本当に。おお、こっちも眺めがいいね、これめちゃくちゃいい。なんじゃこりゃ、こういう当たり物件はなかなかないですからね、素晴らしいです。じゃあちょっとねガレージの方に行ってみよう。よし、ここだね。大きさもちょうどいいね。おお、ただこれちょっとライトとかつかないのか、この車残念。じゃじゃーん、おお、素晴らしい、めっちゃかっこいい。なんなのこれ、これから先ずっとここでね住んでみたいわここは素晴らしすぎる、めっちゃいいマンションだった。ちょっとねこの車の性能を少しね試してみたいと思います。よし、行こう。ちょっとねこれ結構ねぶつかったらすぐ壊れるんで、そこは気をつけないといけないね。このマンションに合いますな、こういう未来的な車が。よし、いいぞ。いやー、最高フランクリンさんすごすぎ。お、なんだこの人たちは、危な素晴らしい家。ちょっとねこの車とレースしてみたい、できるかな。君ちょっとレースしてみないか。お、レースするみたいだね、乗ってくれたね。ちょっと待って、どこ行くの。おお、レース開始するみたい、行きましょう。反対側だよゴールこっち側にゴールがセットされてる。え、どこ行っちゃってんのゴールこっちだよ。
いきまーす。飛ばしていきましょう。おお。オッケー、ゴール。早いね。でもちょっとね、この感じだと200キロは出そうにないね。次はこの人とレースだー。行くー。さあ次はね、この黒い車とレースです。うおー、結構速いね。普通の車に見えて結構スピード出してる。だけど追いつくかな。うわおどうなったタイヤが外れそうになってる。いけんのこれ、大丈夫なの。すごいすごい、やばい、負けちゃう負けちゃう負けちゃうよ。嘘でしょ、めっちゃスピード出すじゃん。あー負けちゃいましたけどこの状態でも動くのがすごいな。完全左取れてると思うんだけどね。一体どれぐらいスピードが出るのかやってみましょう。視界がめちゃくちゃ広がっててすごい見やすいですね。でも200キロは出そうにない。164キロでしたね。さあそれでは行ってみましょう。この車は結構潰れてくれるはずめちゃくちゃぺちゃんこになった。それでも落としてみよう。うわーすげえイエーイ、タイヤ取れてくれるのかあー悲惨なことになってる。大丈夫エイダさんもうエイダさんが暴言吐きまくってる。うわーこんな感じ、エイダさん死にそうになってますなんだこれさあさらにここに追い打ちをかけていく。おおすげえ落ちていく。さあどうなる、タイヤなんとか頑張って張り付いてますね。うわおー動きます、まだ動きますどうなってんのこれ。いやー動く動く、エンジンも動いてる、すげえあちょっとね左後輪がちょっとやられすぎちゃったかなっていう感じなんですけど、まあ問題ないっすねこれでも全然、まあ、車内はこうなってます。ということでチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。